甘瀬町の本日は純不動書店池袋本店のトークセッションにご参加くださいまして誠にありがとうございます。本日は、御社から刊行されました、真ん中に座っていらっしゃいます樽本哲也さんのアジャイルユーザビリティの刊行というトークセッションと出しまして、アジャイルミッチ UX というタイトルで、お話をしていただくことになっています。ご登壇いただく先生方3名とあと司会、川口さん先生方一人一人、お名前を紹介させていただきたいと思います。樽本哲也先生アジャイルユーザビリティの著者でいらっしゃいます。それから、脇坂義則先生ユーザーエクスペリエンスのためのストーリーテリングの役者でいらっしゃいます。それから最後に角谷慎太郎先生アジャイル侍の開発者でいらっしゃいます。では始めさせていただきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。司会の川口と申します。よろしくお願いします。じゃあ今日は、アジャイルユーザービリティ。川口さん何者かは一応はい。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい。そういう感じで進行上の角谷さんがちょくちょくチェックをいただく。そうですね。そういう体制で。はい。で、はい、私はですね、アジャイル UX というアジャイル UCB とかアジャイル UX という分野の、勉強会を2009年から一緒に樽本さんと一緒にやらせていただきます。僕は、どちらかというと樽本さんは UX の方で僕はアジャイルを、スクラムを勉強している、人間ということで、一緒にこう協会領域をこう学んでいきましょうみたいなことで1年半ほど2009年の10月にアジャイル UCB 研究会を始めましたから、2年と数ヶ月というところですね。はい、はい、そんな感じの2年です。はい、よろしくお願いします。じゃあ、それぞれ先生方の自己紹介する。もういいんじゃないですか。いいですか。わかりました。はい。というわけで、合議制でやっております。まず最初にちょっとですね、オーディエンスとか皆さんの、どういう方かっていうのをちょっとだけサーベイをさせていただけると嬉しいです、ぜひ知りたい。初めての方がたくさんいらっしゃる。はい。アジャイルの考え方とかよくですね、こうみんな並んでくださいみたいな。あっち UX の人、こっちアジャイルの会社とかってやると。やるんですけど、ちょっと今日はこの場でやるとちょっと破綻をきたします。明らかにちょっとスペースが足りないんで、ご飛行れます。そうですね。そうですね。じゃあ手を挙げていただく感じで、ね。なるほど。じゃあアジャイル開発とか開発者だよ。プログラマーだと。プログラムをやってますよ。おお。あ、ほとんどですね。ほとんど。じゃあ朝ゴミみたいな。ひどい。いや。じゃあ、逆に今日はアジャイルミーティー UX なんで、UX とかデザインとか、そちらをやられてるっていう方。お、でもすごいですね。あ、なんだ。あれ、これダブってるってことか。ちょっと想定と、ダブってるんだ。ダブってる人。なんか要は両方アジャイルもやってるし、アジャイルユーザーだと。UX のそのリサーチもやってますよみたいな方っていらっしゃいますか。開発者兼ユーザーだ。そんな方、いやだからそれなりにいらっしゃるんですね。日本変わったな。じゃあニーズ的なやつちょうど本当にアジャイルニーズ UX 状態ですね。はい。じゃあそんな感じですね。で、さっきの予想ではほとんど会社の人だろうって僕ら予想していて、で、そうすると UX って何だろうかっていう話が結構みんなわからないだろう、僕もあんまりわからない、で、その視点でちょっと樽本さんにユーザビリティの発生から、UX に至る、そして今アジャイル UX に至る話をちょっとだけ、なるほど、紐解いていければなと。アジャイル UX ヒストリーですか。はい、はい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 、わかりました。じゃあね、その話いらないよっていう人。大丈夫ですか。なるほど。では昔話をですね少ししたいなと思いますけれども、そんなに私が直接体験した話ではないんですけど、ね、
今はユーザーエクスペリエンスってね、 UX とかユーザーエクスペリエンスという言葉になってますよね。それで今からきっとですね、その言葉が普通に使われるようになったのはここ本当に 2,3 年のことでですね、10年前は同じことをユーザビリティということで表現してたと思います。でそのユーザビリティの起源っていうのはですね、もちろん歴史はあるんだけど、だいたい1980年代くらいにいろんな活動がありました。それはそのだんだんとコンピューターというものが普及してきて、特に、まあ、IBM の PC ですね、普及してきて普通の人がコンピューターを使わないといけなくなったと。それまでは特殊なトレーニングを受けたオペレーターが使えればよかったものが、普通の人が使わないといけなくなってきた。でユーザビリティが必要になったわけですね。で、そのいわゆるユーザーテスト、ユーザビリティテストという手法を使ってですね、まあ、使いづらいところを見つけてですね、それを改善していくっていう活動が1980年代ぐらいから、まあ、かなり活発に行われるようになってきたっていうのが一番の始まりでしょうね。ただその前にね、人間工学の時代っていうのはずっとあるんですよね。人間工学の一番の元は、まあ、第二次大戦中の戦闘機のコックピットの、ね、デザインだと一応言われてるんですよね。でそのと、まあ、その戦闘機のコックピットは別にその使いやすくするためじゃなくてね、操縦ミスをしないようにするという目的でそういう研究をしてたんですけど、それも、まあ、今で言えばユーザーテストみたいなことをやってたみたいですね。高度計とか速度計が見づらくて墜落したとか、そうそうそう、高度を間違えて墜落しちゃうとか、そういう事故が起きたらしいですね。今で言うとノーマンのその認知工学、コグニティブエンジニアリング的なそういうことをやってたんだと思うんですよね。で80年代になって、まあ、それが IT の世界に来たわけですよ。でその時代ぐらいから今のその巨匠と言われてる人たち、例えばヤコブ・ニールセンとかですね、ああいう人たちはちょろちょろそういう活動をやってたわけですけれども、80年代のそのユーザビリティ活動、ユーザーテストとかというものはね、かなり大規模だったんですよ。元が人間工学の実験なので、人間工学の実験っていうのは今でもそうですけれども、やっぱりある程度サンプルサイズを大きくするんですよ。統計的処理しますから。だからまあもちろん100人単位ってわけにはいかないけれども、数十人、まあ、少なくとも30人ぐらいのデータを取るっていうことですね。客観的なデータがと言えるぐらい、要するに統計的な処理ができるっていうことですね。そのサンプルサイズを取るというのが標準だったんでですね、まあ、かなり大規模なものだったんですよね。でだからユーザーテストとかユーザビリティテスト、ね、ユーザビリティ調査をするっていうのはですね、まあ、よっぽど大規模でですね、その予算があって、あとまあ時間もあってっていうプロジェクトでしかやれないというのが80年代のユーザビリティですよね。それに対してその80年代の終わりから90年代の頭にかけてですね、ニールセンがそんなにその何十人もテストしなくていいと、5人でいいんだと、5ユーザーテストって言われてますけれども、5人で、従来のユーザーテストをその何十人もやったテストの 85% の成果が出るんだと、そういうことを提唱した。それをニールセンは当時ディスカウントユーザビリティ、ゲリラユーザビリティ、そういう言い方してましたね。ゲリラ HCI か、そういうふうなことを提唱しました。最初はやっぱりですね、それまで何十人もやってたものがですね、5人で済むなんてもう信じられるかいということでですね、あんまり相手にされなかったんですけれども、現実にはそれで大丈夫なんですよ。それはですね、実際ユーザーテストやってみると分かるんだけども、まあ大体どうかな、 3,4 人でおおよそのことは分かるんですよ。それでもうもちろん5人目になると同じことの繰り返しだし、もうそれを超えてしまうとね、同じ前見たのと同じことが起きています。なので5人で十分なんですね。そういう時代が、それで5人のユーザーテストの時代が始まったんですよ。こう軽快にテストしていくっていうのはね。ただね、その90年代っていうのは今から考えると、そのすごく今の UX 活動の元になってた時代なんですよ。ニールセンはそういうディスカウントユーザビリティやってたんだけど、ね、ヤコブニールセン、ヤコブニールセンは、はい、例えばシナリオベース開発、ディベロップメントっていう手法を開発した、その IT にね、ソフトウェアの開発にシナリオっていうものを持ち込んだジョン・キャロルっていう人がいてる。ジョン・キャロルもその80年代の終わりから90年代のその前半ぐらいのところで、そのシナリオベース開発っていう手法を確立していってるんですね。それからあと今その UX では
一番最初にエスノグラフィックの調査をするっていうのはすごく当たり前になってきてるんですけどね。そのエスノグラフィックの調査の代表的な手法がコンテクチュアルデザイン、まあ、コンテクチュアルインクワリーという調査手法が一番有名ですけれども、コンテクチュアルインクワリーというのはコンテクチュアルデザインというですね、その手法の一番最初の部分なんですけど、ね、それを作ったのがカレン・ホルツブラッドという人です。ヒューガイアとカレン・ホルツブラッドがコンテクチュアルデザインを作ったんですけれども、それの手法が確立されてきたのも大体90年代の前半から半ばぐらいだけなんですね。であと面白いのは、例えばあのペルソナで有名なアラン・クーパー、アラン・クーパーがそのペルソナというもの、アラン・クーパーはペルソナで今有名だけど、元はそのビジュアルベーシックの、はい、まあ、あのビジュアルベーシックってありますよね、あのマイクロソフトさんが販売してるやつ。そんな言い方したくてもあれが実は原型ですね。あのコンセプトを、考えてマイクロソフトに売り込んだのは実はそのペルソナの父であるアラン・クーパー。そうなんですよね、うん、アラン・クーパーはだから生粋のエンジニア、うん、まあ、今の言葉で言うとハッカーの一人だったわけですね、でそれをやったの80年代ぐらい、ビジュアルベーシックってのは80年代ぐらい、90年代だったら80年代ぐらいですね、はい、で90年代になるとアラン・クーパーはなぜかインタラクションデザインに興味があってですね、そのインタラクションデザインのビジネスをね、クーパーズって会社でやり始めるんですけど、その中から90年代に彼はペルソナという手法を編み出したんです。うん、それでイメージはランニングアサラムという、その日本ではコンピューターの難しい時で使えないタイトルで出た本ですけどね、それが出たのは99年だったと思いますから、なんか90年代でそういう活動をやってるんですね。それからさらに面白いなと思うのは、ドン・ノーマンですよね。ドン・ノーマンは写真を見たことある人は大体わかると思いますけれども、非常にこう学者っぽいですね、風貌でですね、ひげが生えてですね、まあ、学者ですか、本当に学者ですよね。認知心理学者ですね、彼はね。それであんま80年代の終わりにデザインフォーエブリデイティングス、日本語で言うと誰のためのデザイン、誰のためのデザインというのは、あの本を書いて、まあ、一躍ですね有名になりましたけれども、何を考えたかですね、あ、ちょうど素晴らしい。あ、これですね、はい、誰のためのデザインね、ドノーマンね、さっきのアラン・クーパーのペルソナ本がこれですね。コンピューターは難しすぎて使えないね、大体どこの会社にもあって本棚に売ってるもん。そうですね。読みづらいんだこれが。読んでもよくわけわかんない。あ、そうか。はい。分けときましょうか。はい。大丈夫ですよ。はい。ありがとうございます。いえいえ、いただきます。それでこのドノマは90年代にね、もともと大学の先生だし、今もまた大学の先生やってるんですけどね。アップルに出たんですよ。最も景気の悪い時のアップルに出た。そうですね、ジョブズがいなくなったアップルにスティーブ・スカリーに雇用されて入った、はいはい、その時の肩書きが、ユーザーエクスペリエンス担当バイスプレジデントっていう肩書きだったんですね。うん、アップルフェローっていうのがありましたね。アップルフェローって、ね、うん、フェローもついてるし、で担当はユーザーエクスペリエンス担当なんです。でそれがですね、その企業レベルでユーザーエクスペリエンスっていう言葉がちゃんと使われたほぼ最初に近いって言われてるんですね。ただもちろんユーザーエクスペリエンスっていう言葉そのものはね、それ以前にもいろんな人が使ってたと言われてるんですよ。なのでユーザーエクスペリエンスっていう言葉の元祖は誰かは今よくわかんないとなっちゃってるんですけども、でも少なくとも非常に早い時期、90年代の、まあ94年とかそれぐらいだと思うんですけど、その頃にはドノーマンはユーザーエクスペリエンスということを言ってたんですね。でアップルで、そのユーザーエクスペリエンスをですね、良くするための活動をやったはずなんですけれども、結局その時代のアップルというのは、優れたユーザーエクスペリエンスを持った製品はですね、一個も生み出せなかったんですね。すごく皮肉なことですよね。そんな活動がずっとあったんですよ。そんな活動がいろいろボコ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 ですね、こう同時並行的に起きててですね。で、1999年に、ISO の13407要するに、ヒューマンセンターデザインの国際規格ですね、まあ、ユーザビリティの国際規格と言ってもいいかもしれませんけども、それが、まあ、発行したと、まあ、それをもって一応、まあ、UCD、HCD というものが、まあ、なんというのかな、まあ、
形が固まった段階かな。いろんな活動がまあそこにボーンと集約したみたいな感じになってますね。そこで一応 UCD というものがまあ確立したと言っていいと思います。今アップルの話が出ましたね。うん、Windows の話も、うん、Windows95 のあたりが出てくるのがやっぱり90年代の。そうね、マイクロソフトもその頃 Windows95 あたりからだいぶユーザビリティ活動、要するにラボを作ってね、バンバンテストするっていうことをやりだしてるんですよね。で、前世紀は、まあ、よく書いてあったのは月に700人テストしてますってね、あのマイクロソフトのサイトにも書いてありますよね。で、日本のマイクロソフトもですね、皆さん覚えてらっしゃるかな、あの一太郎戦争をやってた頃、一太郎とオフィス戦争をやってた頃ね、あの頃から日本のマイクロソフトも非常にラボ、ユーザビリティラボに近い例で、調布のセンターにラボを作ってですね、頑張ってテストしてたんですね。うん、そういうことをやってました。で、大体90年代の終わり、2000年前後あたりに UCD っていうのは確立したんですね。それで、そっから、その時期がちょうどあれなのかな。その時、裏側で僕らが全然知らない世界で、アジャイルの動きがあったんですよね。そうですね。だから2001年って結構面白い年で、実はアジャイル、開発者の方だと、アジャイルっていうのをやってた、アジャイルっていうのをやってたかもしれなくて、いろんな手法、ライトウェイトっていうのはその、ウォーターフォールに対して、少し軽い、やり方で、まあ、特徴はやっぱりそのドキュメントベースじゃなくて、ドキュメントをこう前の設計の人から次の開発の人にドキュメントを渡して、さあ作ってくださいっていうんじゃなくて、ドキュメントをこうハンドオーバーですけど、パッと投げ壁越しに投げつけるんじゃなくて、一緒になって、仕様なりそのテストなりその価値を考えていきましょうっていうのは基本的なコンセプトなんですけども、うん、チームの作り方が変わってきたと、うん、規模も変わってきたというところのムーブメントが集まって、2001年にアンクル・ボブ・マーチンという人が呼びかけて、ソルトレイクシティ近く のアメリカのスノーバードというところの人が、ライダーたちが集まったんですか、角谷さんに言うと、角谷さんとライダーが集まったコンテキストが、コンテキストが、あ、そうです、その当時にその、はい、20世紀の終わりぐらいに、そのいわゆるウォーターフォールなやり方とフェーズを区切って、まあ、大体ドキュメントを渡していくっていうやり方ですよね。それがなんかうまくいかないとか、もっとうまくやるやり方があるっていうのを、いろんどうしたはずってわけでもないですけど、まあ、そうじゃないやり方っていうのをこうやってる人たちがいて、そのやり方がこう注目されてきたんだけれども、まあ、みんな自分の考えたやり方だから、その名前が全部違うんですよね。それ俺が考えだから、みんなね、俺が考えたのはこうなんかスクラムやとかエクストリームプログラミングやとかなんか言ってるけど、ここまでいやいやもう大体一緒やろみたいなので、みんなまあこっち来いと、で10人ぐらい集めてみんなで話をして、もう僕らはいろいろこれまで長い間こうソフトウェアの活動を通じて、こうやればうまくいくっていうことが分かりましたってこうまとめましたっていうのは、そのアジャイルマニフェストっていうものなんですね。それがちょうど2001年で、まあ、なんかムーブメントとしてはあったけども、そのアジャイルマニフェストっていうその紙がボーンと出たことで、あ、アジャイルっていうのがあるんだねっていうのは、その他 その開発してる人たちに見えるようになったっていうのが、まあ、2001年ぐらいの話ですかね。同じようなことがね、UCD でも言えると思うんですよ。さっきいろんな人の名前出しましたけどね、アメリカ人ってなんかこう自分のやり方には自分の名前つけるというか、なんか名前つけたがるみたいです、ね、あれやっぱ売りたい、あ、売りたい、ね、なんか売るときに、うんうん、なんかついてるのが、自分と一緒に売りたいそのコンサルテーションを売るときにやっぱりあの人のあれみたいな、なるほど、ね、人じゃなくて何か売ろうと思うと、うん、自分の名前つけるんじゃないですか。だいぶ今適当に言ってますけど、だからそのニルゼンはね、ディスカウントユーザビリティって言ってるんですよ。ディスカウントユーザビリティという名の UCD なんですね。で、アラン・クーパーはゴールダイレクテッドデザインって言ってる、ゴール駆動開発って、ね、という名前の UCD なんですよ。で、カレン・ホルツブラッドとヒューバーヤはコンテクチュアルデザインって名前を付けたんですよ。コンテクチュアルデザインという名前の UCD なんですよ。で、ドノーマンはあれ不思議なんだよね、人間中心設計って言ってるんだけれども、人間中心設計のやり方はこれですという例を出してるのは、カレン・ホルツブラッドのコンテクチュアルデザインのプロセスを使えて、これが人間中心設計だって書いてるんですね。
あれそうかなんかそういうのになるんですか。じゃあそのなんかみんながいろいろ言ってたやつをまとめたやつが、はい、そうですそうです。 ISO13407 はほぼそうあのそこの骨格だけ抜いてきたって感じですね、うん、で骨格だけ抜いたんで ISO13407 読んだだけじゃわけがわかんないですね。ほんでしょ、身が何もついてないからって感じ。あとはそのさっき言ったジョン・キャロルはシナリオベースディベロップメントって言ってるっていう名前の ICD なんですけど、実はねてな感じなんです。ああ、すみません、会社です。ありがとうございます。そうそうそう。だから2001年は例えば UCD というものが、HCD という名前でこう統一見解っぽいのが出てたのと、うん、アジャイルがアジャイルという名前でなんとなく統一見解っぽいのが出てたっていうムーブメントが重なった年。うん、まあそう。1347は99年ですね。はい。だからまあだいたい2000年を挟んで1年ぐらいのそのタイムラグがあるんですけどね。それで。HCD、UCD っていう言い方がね、これ2つ僕らの世界で残っちゃったんですよね。アジャイルはアジャイルって1本ですよね。大体そうです、はい、ね、大丈夫になってます。ところが僕らのところは残念ながら UC、ユーザー中心設計っていう言い方と HCD、人間中心設計っていう言い方と両方分かれちゃったんですね。でこれはね、あのきっとなぜそうなったのかとかっていうのはね、あの小先生とかだってすごい詳しくご存知だと思うんだけども一応僕の知ってる流れ的に考えるとあのヨーロッパ系の人は結構 HCD 作ってる人もともと多かったんです。で ISO はヨーロッパで作ってるので、それで HCD になった可能性が結構高いと思うんです。あのアメリカ系の人はかなり UCD、 特にソフトウェア系の人は UCD って言ってますね。であとプロダクト系、プロダクトデザイン系の人はアメリカでも HCD って結構言ってる人が多かった。それで日本はあのどっちかというとプロダクト系、要するにあのリコーさん、キャノンさん、ゼロックさんといった、まあ、電気メーカーさん、そういうところが中心でユーザビリティが始まっているので、なので、HCD という呼び方をしている人の方が多いのかなという気はします。僕はもともともうずっとソフトウェアでやってきているので、最初から UCD という呼び方で頭の中に入ってきちゃったんで、ね、あの今でも UCD って言ってますけれども、日本は比較的 HCD って言っている人が多いです。そんな影響が、そういうので今2種類の名前になってるかと思います。うん、やってることは全く一緒です。何も差はありません。で、ちょっとまた解説の方に戻させてもらうと、はいはい、その後じゃあ、まあ、HCD の方はあの それはそれでこうその後も続いたんでしょうけど、うん、アジャイルの方がこう急にこう2000年の前半は、どちらかというとデベロッパーのプラクティスというか現場であのすごくうまく開発を、うん、まあ、回す。ところから XP とかそういうこと、エクストリームプログラミングとか中心の、うんうん、あのなんとかできる人たち のいいやり方みたいなあのすごく達人たちっていう感じだったのが、うんうん、なんとなくこう2000年の半ばぐらい、2005年ぐらいからスクラムとかがこうあの割と名前が上で、うんうん、マネージメントプラクティスというか企業の中でどうするのよみたいなのがこう花開いたというか、うん、それがいいことなのかわかりませんけども、うん、穴開いたと、うんうん、そうすると急にこういろんな企業がやり始めたんですね、うんうん、それが2000年の何年ぐらい、2005年ぐらい、それぐらいですね、5年ぐらいじゃないですか ね、 なるほどね。そうすると、だんだん、当然 UX の、UCD の人たち、うん、CD の人たちは、なんかドキュメントを書いたんですね、当時。そう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 、それでどういう仕事をしてたかっていう、うん、それでこの中にもね UX やってらっしゃる方もたくさん半分ぐらいにいらっしゃいますよね。で僕ももともとウォーターフォールの出身ウォーターフォールの UCD の出身ですから当たり前にねドキュメント変えてると思うんですよ。ユーザーリサーチしたら軽く100ページ200ページのレポート変えてるでしょ、写真いっぱい放り込んだりして、それでなんか何百万プレゼンテーション作ったり報告会やったりとかで、あとは画面サイズ変えたりワイヤーフレーム変えたりとか、ユーザーテストやったらユーザーテストのレポート書きますよね、ビデオ編集してビデオクリップ作ったりとか、あれはウォーターフォールだからやってることなんです。アジャイルであれやったらまずいです、うん、ところが僕らそれは当たり前のこととして、ね、それがもう標準的な活動としてやるべきこととして当たり前にドキュメントをたくさん作ってるんですよ。でもそれはウォーターフォールだからやってることなんです。そ
だからさっき その Windows とかの話はすごい分かりやすいと思うんですけど、はい、Windows ってこう2、3年かけてあの開発をするものですから、そこに向けて1バージョンに対して3年ぐらい、ね、それを外さないようにする、はい、あのそのできた製品がユーザーから外れないようにするということはすごく価値がある、うんうんうん、だからそこに予算をかけてユーザー調査 そのデータを集めて、うん、ペルソナとかを作ってドキュメントを作って設計ドキュメントを作って、うん、300ページとかのものを、うん、マイクロソフトさんに収めるとか、うん、開発チームを収めるというのが可能だった、うんうんうん、その通りです、その通り可能です。でこれはほとんどのだから、日本企業もね、あと当時のシリコンバレーの企業も全部それで良かったんですよ、うん、たくさんのドキュメントを受け取って、で、そのドキュメント、まあ、ただそのドキュメントあんまり役に立てないなっていうのはみんな思ってたと思います300ページのレポートもらって読まんわこんなもん、うん、よくあのだからあれですね、これ僕らの業界でいつもやってることですけども、300ページのレポートは納品しますと、ね、ただし、報告会をやってくださいと。で報告会でそのかいつまんだ内容をご説明するってこと、当たり前にやってますよね、うん、でほとんどの開発者とか関係者はその報告会の記憶だけを頼りにこの話この先開発を続けていくんですよ、ね、300ページのレポートをもう一回見てですね、そこから要求を抽出するなんてそんなことをやるエンジニアは一人も見たことないそうですよね、どう思います話面白くなってた。いや、タラさんそう思ってて、タラさんそれで、あ、じゃあ、タラさん一緒には行かないから、あのここは多分、これでエクスプルーシブロックで多分、了解です。いや、まあ、あの、確かにおっしゃる通りで、確かにその、いきなりこうドキュメント渡されて、それを読むってモチベーションがかなりあの難しい。で、その専門性もないわけですし、デザインのことが分からずに、こういきなりこうドキュメント読むってのは、難しいです。逆に言うとこうエンジニアの方が作った仕様書をいきなり渡して読めって言われて、うん、あの読むのが結構難しくて、やっぱその辺の断絶みたいなのがあったんじゃないですかね、うん、でそれはその職能的にもそうだと思うし、組織的にもそうだと思うんですけど、ただでもそれだとやっぱりその、まあ、さっきおっしゃったようにウォーターフォール的な開発しかできなかったりとか、まあ、あとはその最近だと特に今モバイルとかユーザーエクスペリエンス大事という話なんですけど、あのまあ、A 書いても納品してそれを実装して終わりっていう製品だけじゃなくて、もっとその動きを、実装動きをデザインするとか、そのエンジニアと一緒に仕様を決めてあの作るっていうのがもう当たり前になってるんで、まあ、そういうあの大きなドキュメントじゃなくてもっと軽量的に、逆にでも何回もぐるぐる回すっていうあの開発手法になってきてるんだと思います。で誰にするの、まあうん、あの15人でテストするんだったら5人で参加した方がいいっていう話があるじゃないですか。反復とかイテレーションの価値っていうのはそこだと思う。なるほどね。それはもうだから、ね、ニューセンは90年代の前半からそうずっと言ってるんですよね。そうですね、うん、なんかそういう意味じゃアジャイルの元祖なんだけれども、ね、ニューセンは全然アジャイルを理解してない。あ、まあアジャイルって言葉を、まあ、理解しなくてもそのアジャイル的にやれてれば、まあ、いいと思う、うんうん、あ、で、まあ、アジャイルで、まあ、さっきの話出たけどみんなそれぞれ自分の方法を習っていうわけです、うん、でも結果的にそれがちゃんとこうあの反復的にこうずっと改善し続けるってことができれば別にどういう名前でもなくて、うん、それがまあ、まあ、C でも UCD と HC でもそう同じですね。UCD、HC の一番の根幹は反復です。そうですね、うん、ぐるぐるプロセスとか、そうです、でそれが大規模だとやっぱそのプロセスを回す時間かかるんで、まあ、そんなに回らないけども、あの小規模の開発になってきたりとかすると、まあ、それはもっとあの継続的にあの回せるようになって、うん、あと、まあ、アジャイルとかだと、まあ、ずっとリリースし続けるわけですから、そのリリースしたものをそのテストして、で検証して、でさらに良くするっていうことができると、まあ、そこに、まあ、UX というかあの言葉をつけられるんじゃないかなと思います、うん、その辺はなんかこう、うん、技術的な発展というか、あの、いや、まあ、メインフレームが PC になって、ノートパソコンになってるか、スマホになって、どんどんテストが、ユーザーテストとかはなんか多分環境変わってきてる。そうですね。プロジェクトのバジェットも変わってくるわけですね。なんか技術的な発展の流れと、あとなんかメソッド、当然皆さんがやってるメソッドもどんどん発展しているところなので、まあ、その両方がなんか関係してるんですね。まあ、だからこそこういうアジャイルユーザービジョンが必要になってくる。そうだ、まだ本人が。